ピアーベ川の戦いは第一次世界大戦中にオーストリアハンガリー帝国とイタリア王国の間で発生した戦い。第二次ピアーベ川の戦いとも呼ばれる。カポレットの戦いでドイツ帝国軍の助力で勝利を得たオーストリアは単独で攻勢に転じたが事前に攻勢を察知していたイタリア軍側の反撃で撃退された。オーストリアが攻勢に失敗したことで 中央同盟側がイタリア戦線を勝利で終えることは不可能となり敗色濃厚となっていた同盟軍をさらに苦しい状況に追い込んだ。1917年のロシア革命で東部戦線が同盟軍の勝利に終わるとオーストリア軍は全力をイタリア戦線に注ぐことができるようになり加えて余裕が生まれたドイツ軍からも精鋭の増援部隊を派遣してもらっていた。カポレットの勝利は ドイツ軍から派遣された司令官と少数精鋭の突撃手団による浸透戦術とイタリア軍司令官ルイージ・カドルナ大将の失策によってもたらされた。イタリア陸軍はそれまでの占領地を失い30万名の戦力も失ってベネト地方へと交代を強いられた。無能なルイージ・カドルナ大将は解任され、代わって 軍司令官の一人だったアルマンド・ディアズ大将が参謀長に抜擢された。ディアズ将軍はベネト州西部のピアーベ川で独王軍の攻勢に踏みとどまり、同時に川沿いの強固な防衛線を形成した。また政府内でもパオロ・ボセリー政権が責任を取って辞任、新たな首相に選出されたビットリオ・エマヌエーレ・オルランドはロンドン条約を活用して援軍を要請。 連合軍側もイタリア戦線に援軍を送り込んだ。しかし大部分のフランス軍とイギリス軍は1918年3月の春季攻勢に備えて撤退してしまい、わずかな戦力しか増援としては残らず、結局はほとんど独力で、独王軍に対処せねばならなかった。オーストリア側では、アルトゥール・アーツ・フォン・シュトラウセンブルク上級大将が参謀長になったが、彼は早期に、 イタリア戦線を自らの手で終わらせることを望んだ。軍司令官に格下げされたフランツコンラートフォン、ヘッツェンドルーフ前参謀長とスベトザルボロイエビッチ、将軍も攻撃に賛同したが、攻撃場所に関してはピアーベ川に沿って攻撃を継続するか、別の箇所から攻撃するかで意見が二つに分かれた。ボロイエビッチとコンラートが犬猿の中であったことも対立に拍車をかけ、 シュトラウセンブルク参謀長は二人の将軍に曖昧な仲裁を繰り返した。結果、オーストリアの攻勢は二箇所から戦力を二分して行われることになった。ドイツ軍側は攻撃の回収を求め、1918年2月にボルツァーノで作戦が正式に決定された。ドイツ軍のエイリヒルーデンドルフ将軍は西部戦線で日に日に増加している。 アメリカ軍師団がイタリア戦線の引消しに回ることを望んでいた。オーストリア・ハンガリー軍はドイツ軍の浸透戦術を間近に見ながらこれを学習せず持てる戦力を全面に配置しての平押しに訴えた。一方で兵員面では東部戦線帰りの兵士たちはドイツ軍式の訓練を受けていたので新しい戦闘に対応できる練度の高さを保っていた。しかし軍事的な改革は イタリア軍の側にもあり、アルマンド・ディアズ将軍は、カポレットの敗因を分析して、最たる原因は、機動的な防御の欠如にあると判断した。詳細だが柔軟性に欠ける、作戦計画、司令部を中心にしたあまりにも現場主義が欠如した、指揮系統、そして、カドルナの死死命令の乱発によって硬直化した、防衛戦、すべてが敗北の原因となっていた。ディアズは、 連続残豪の廃止と柔軟な指揮系統への改革を推進し、小規模な部隊でも前進と交代や砲撃支援を自主的に判断できるようにして、現場主義による柔軟な防御戦術を獲得した。さらに13個の手段に関しては、自動車による補給を本格的に導入、劇的に前線の補給状態を改善した。 オーストリアの攻勢作戦が発動されると、ディアズ将軍は、ボロイエビッチのピアーベイの攻勢を予測して、6月15日午前3時に、先制砲撃を行った。攻勢で混雑していた、ボロイエビッチ軍の上空に砲弾が降り注いで大量の負傷者が発生、うろたいたオーストリア兵の多くは攻勢を放棄して、陣地に逃げ戻った。それでも一部の師団は、 イタリア軍陣地に到達したので、ボロイエビッチ将軍は、ピアーベ川の中央に攻撃を命じた。ピアーベ川に架かる橋を進むオーストリア軍と、イタリア軍陣地の激しい交戦は、イタリア側に軍配が上がり、ボロイエビッチの退却命令で、オーストリア軍は退却した。翌日に、ボロイエビッチは二度目の攻勢を開始したが、前日の戦いでピアーベ川の橋は、 完全に破壊されていてとかしか手段はなかった。運よく川を渡れた手段は装備や物資を浄水しか持ち込めず、さらにピアーベ川の増水でとか中のオーストリア軍手段があちらこちらで孤立してしまっていた。彼らはイタリア軍手段にとって格好の標的として無慈悲な住火にさらされ、川岸に わずかな共闘法を確保した時点で、オーストリア軍は2万人という大量の戦死者を出していた。そして6月19日、ディアズはイタリア軍師団に反撃を命令して、川岸の共闘法を奪還。6月23日までに、ボロイエビッチ軍は敗走を開始した。ボロイエビッチ軍の敗北と、ほぼ同時期に、コンダートの遠征軍がビチェンツァを目指して、 別地域から攻撃を開始した。コンラート軍の攻撃は4万人の損害を出す、以外に意味するところはなかった。攻勢が完全に失敗した後、戦いはほどなく昇降状態に入って、オーストリア軍が散発的な攻撃を繰り返すのみになっていた。連合国はイタリアの戦勝に喜び、連合国総司令官、フェルディナンフォッシュ元水は敗走したオーストリア軍を、 直ちに追撃する様に要請したが、アルマンド・ディアズ将軍はこれを拒絶した。ディアズ将軍は、戦いは勝利に終わったが戦闘のほとんどは、イタリア軍師団が担当しており、時に攻勢を交えた戦いは、イタリア軍側にも少なくない打撃を与えていたことを、憂慮していた。加えて言えば、オーストリア軍は、ピアーベ側の自軍陣地に戻っており、下手に攻勢を仕掛けるのは、 今回の敗北を自分たちが再現することになりかねないと批判した。イタリア軍司令部は戦力の増強に努めつつ、用心深く攻撃の機会を伺うことにした。一方、敗北したオーストリア軍は、これが第一次世界大戦で、そしてハプスブルク帝国の歴史の中で最後の構成となった。敗北はドイツ軍の希望としてのオーストリア軍を失わせたということと、 後のハプスブルク帝国崩壊の双方を予兆する出来事だった。4ヶ月後、ビットリオ・ベネとの戦いで、イタリア陸軍はピアーベ川を渡過する。ありがとうございます。